NBA2K 攻略チャンネルへようこそ、ビュープです。さて今回はビルド紹介、八村塁ビルドです。現世代基盤もあるよ。さてちょっと本業が忙しくて1ヶ月ほど動画をお休みしておりました。そんな中チャンネル登録してくれた皆さん本当にありがとうございました。私 X と YouTube にコメントしてもらった質問の内容にも継続してお答えさせてもらっておりますので、何でも質問をよろしくお願いします。またその中でもよく質問のあったことに関してはショート動画にして順次公開していきたいなと思っております。さて今回はオールスター後から大活躍の八村塁選手を作っていきたいと思います。両世代機で攻撃力抜群のビルドを作ります。それでは行きましょう。まずは PS5 次世代機で作っていきたいと思います。フィニッシュ力とスリーが得意な高火力パワーフォワードです。身長は6フィート8インチにして八村選手と合わせました。体重はちょっと重めです。現在これはウィングスパンを調整しながらシュート力を見ています。はい、6フィート11にします。それでは数値を振っていきましょう。まずは得意のミドルシュートから。獲得できるバッジの色を見ながら徐々に増やしていきます。最終的に調整で93にしました。続いてはスリーポイント。コーナースペシャリスト金が欲しいのでマックスの85になりました。フリースローは80あれば安心です。ミドル93にしたのでキャッチアンドシュート殿堂入りが装備できます。八村選手といえばこれ必須です。動画作成時点では八村選手は 41.1% でスリーを決めており、そのほとんどがキャッチアンドシュートです。レブロンからのアシストでスリーをガンガン沈めます。特にコーナーからは高確率で。もちろんミドルシュートも得意です。フェイクを入れてステップバックミドル。お次はフィニッシュ。レイアップ87にすると師匠レブロンのレイアップを装備できます。そして多彩なフィニッシュバッジもついてきます。本当に八村選手はフィニッシュが上手くなりましたよね。リバウンドを取ってコースト2コーストからバニーホップ、スピンからアクロバットレイアップ。NBA の試合でよく見る速攻からのユーロ、リバースレイアップ、体をぶつけられても強い。そしてレブロンからのアリウープ。続いてはスタンディングダンク90にしました。名手ダンカー金が装備できます。押し込んでスタンディングダンク。身長が低いのでコンタクトスタンディングダンクは装備できないんですけれど、最近の八村選手の NBA の試合を見ていると得意な動きなのであえて90にしてみました。ゴール下でボールを持って素早く叩き込みます。ポストコントロール92でポストからの多彩な攻撃も可能です。師匠レブロンバリのポストフェイダーウェイ、ポストフェイド電動イルが装備可能です。ショルダーフェイクからのフェイダーウェイ、そして押し込んでドロップステップ。ポストプレイについては詳しく解説した動画がありますので、ぜひ概要欄からご覧ください。
続きましてプレイメイキングチです。パスは68、ブレイクスターター動画装備できます。ボール所持のスピードは41しかありませんが、ノーマルドリブルスタイルが装備できます。ノーマルドリブルのスピードブーストはショート動画をご覧ください。次はディフェンス。ブロック78にしたことでアンカー銅、チェイスダウン銀がつけられます。リバウンド85でボックスアウト金装備。アンカー銅なんですけれど、よく止めることができます。ダブルブロック。最後はフィジカル。体の強さを90にしたことでスクリーンと不動の執行者金を装備できます。不動の執行者は体を当てて押し出せます。そしてブリックボールで相手をせき止めます。完成しました。はい、スクショ撮ってください。では上から順番に見ていきましょう。多彩なオフェンスと強いフィジカルが魅力のビルドです。ディフェンスはポイントを絞って守ることができます。出来上がったビルドはトバイアス、LJ、ランドル、万能スレッド。八村選手が目指すべきスター選手ばかりです。それでは PS4 でビルドしていきましょう。まずは八村選手といえばゴンザーカー。ボディ設定は八村選手と合わせました。そしてフィジカルから振っていきます。体が強くてジャンプ力のある選手にしたいと思います。さらにコンタクトダンクができるようにします。こちらはコンタクトダンクを装備するための条件です。今回は上2つを装備できるように値を設定していきたいと思います。ぜひこの表はですね、覚えてもらうかスクショを撮ってください。というわけでジャンプ値は78にしました。スタミナを振って次に行きます。フィニッシュではまず片足プロコンタクトダンクが装備できるように89。ファストツイッチ金になるように調整。ゴール下のシュートモーションが速くなります。ポストコントロールも上げていきましょう。ディフェンスを押し込んでシュートやフィニッシュに持ち込んでいきます。さあこれでフィニッシュバッチポイントが24になりました。現世代機ではこの数字とっても大切です。ランク3の E バッチは最低でもここの数値が15ないと装備できないと覚えておいてください。続いてシュートです。現世代機は3ポイント値を高めにします。マックスの86。ミドルはミディマジシャン紫が装備できる値にしました。さあこれでフィニッシュもジャンプシュートも得意なビルドが出来上がってきました。続いてはディフェンスです。ブロック値ではチェイスダウン金が取れるように上げていきます。最近の NBA の試合でも八村選手は積極的にチェイスダウン狙っていますよね。
リバウンドはボックスアウト気になるように調整。押し込まれないようにポストロックダウンを銀にしました。残った数値でプレイメイキングを振ります。ボールスピード40あればノーマルドリブルスタイルが装備できる。パス65でブレイクスターター銀装備です。リバウンドを取って素早いパスを前線に出します。さあ残った数値でハンドリングを上げるんですけれど、80まで上がりました。本当はそんなに必要ないんですけれど、他に必要なものも見当たらないのでこのままにしていきたいと思います。これで終わります。はい、完成しました。スクリーンショットどうぞ。続いてテイクオーバー、キャッチアンドシュートをブーストしたいのでスポットアップの正確さを装備。もう一つはポストからのシュート力アップのためポストシュートダガーをつけました。出来上がったビルドはマイルズ・ブリッジズ、トバイアス、ランドル、万能スレッド。それではバッジをつけていきましょう。フィニッシュバッジ、シュートバッジ、プレイメイキングバッジ、ディフェンスバッジ。シュートフォームはコービーを設定しました。さあテストプレイです。レイカーズに所属してゴールデンステートと試合します。まずはいきなりキャッチアンドシュート。リーブスにアシスト、ナイス。ジャブステップでシュート、うん、失敗。今度は3、イエス。テイクオーバー転倒のおかげで入りましたね。レブロン、パワーで押し込む。速攻、ビッグアンドポップ。強引にドライブしてバリーホーク。今度はポストからポストホップシュート。ヘイ、ディロー、強引に押し込んでドロップステップダンク。ローポストでボールを受けてドロップステップ。エンディングです。本日は八村選手をモデルにビルドをしてみました。ぜひアレンジして作ってみてください。さてこのチャンネルは初心者大歓迎です。気になったことはどんどんコメント欄で質問してね。そしてコメントするときはあなたの機種を教えてね。 X でもお得な情報を配信しています。 X もフォローしてください。それではまだまだ NBA2K24 を楽しんでいきましょう。リュープでした。バイバイ。